親指の付け根、小指の3点でしっかりと立ちましょう、はい、3点がしっかりと地面についているのを意識しましょう。はい、見てましたか、はい、その次、お尻の穴をキュッと締めます、はい、それによって、骨盤がキュッと立ちます。なので足長効果もあるし、ヒップアップの効果もあります。一回グググググっと伸びてみてください、はい、おへその穴が縦に伸びるイメージです、はい、そのまんまお腹の力は抜かずに手だけ下ろしましょう、はい、ここが伸びる感じです。この姿勢は必ずもう何があっても崩さない、綺麗です、この方が、はい、次はここですね。ここは一回ぐるる肩甲骨を回してストンと押します。この時に性格が真面目な方とか頑張り屋さんの人はどうしてもここで止まってしまう方が多いです。姿勢良くしましょうって言ったらグッと上がってしまう人がいるんですけど、これ肩凝ってしまうのでストンと下ろしてあげてください。あと男性の方で多いのが張りすぎちゃう人、これも正しくないです。位置っていうのは、じゃあちょっと耳たぶと肩と腰とくるぶしが一直線になってる状態が一番綺麗です。なのでさっきみたいにこうやって反りすぎてしまうと耳たぶより後ろに行ってしまいます、ね、なのでこれは鏡を見ながら、あとはお家の方とか近くにいる方に過ぎてないっていうのを確認してもらいながら、しっかりと正しい位置に戻してあげてください。大体の子が猫背なのでしっかりと胸を張ります。真面目な性格なんですが、彼女はどうしても張ってしまう。お腹もしっかり張ってみましょう。はい、猫背です。忙しいからっていう方はこの姿勢をマスターするだけで、それと同じように
に歩けるので、この歩幅が広い方が多いです。でもこれでは足どんどん筋肉が低下してしまいます。なのでまず最初のポイントは、かかと一本線上、若干外股っていうのを意識して歩いてみたいと思います。それではいきますね。しっかり前向いたまんま一本線上いきます。せーの、1、2、1、2、1、2です。はい、戻りましょう。せーの、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、これをやったときにムラムラする人、こういう人いますけど、たまにレッスン来られた、その方はもう単純に体幹が弱い、体幹筋が弱い方です。しっかりと一本線上が足が出るようにしてください。はい、では次のポイントです。次は歩幅です。大体皆さん歩幅めちゃ狭いです。理想は身長引く100です。なので私が176ですが、 70cm、 結構これぐらい出します。かかとからかかとがその身長引く100で、でもし本当にこう運動の代わりにウォーキングしたいなっていう方は身長引く90、身長引く110、歩幅を広げる、だから身長引く90、歩幅は広くです。はい、なのでいきなり身長引く100っていうのは難しいと思います。いつもより1歩2歩先に出す、広く歩く感じでいきましょう。一本線上は絶対に変わりません。はい、行きますね。せーの、1、2、1、2、1、2。はい、戻ります。せーの、1、2、1、2、1、2、1、2です。この時にスニーカーの場合はいいですね。今私たちが履いているスニーカーの場合はしっかりとかかとから着地をして、地面を踏みしめるっていうのを意識して歩きます。すると普段使ってない足の筋肉を使っているのが分かります。では次は今の2点を踏まえて、しっかりとかかと着地、地面を踏みしめるっていうのを意識して歩いていきたいと思います。いきます。せーの、踏みしめる。
で、こちらのトレーニングはですね、皆さんも一緒に参加してもらっても全然大丈夫ですので、はい、もしよかったらこちらの方に来ていただいて一緒にトレーニングしませんか、はい、という感じで、はい、行っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ではですね、重複してお伝えするようにはなるんですが、ウォーキングで、必要な筋肉といたしまして、太ももの内側、内転筋っていう筋肉があるんですが、こちらの筋肉、そしてお尻、はい、大臀筋、中臀筋、聞いたことありますかね、ちょっとありますかね、なんかちょっとテレビとかで聞いたことあると思うんですが、こちらの、トレーニングと、そして太ももの前側、大腿四頭筋、そして後ろ側、ハムストリングスという、筋肉をしっかりとトレーニングしていきます。はい、今日はですね、実際にそのウォーキングに必要な筋肉をトレーニングしていくんですが、はい、ちょっとね、アシスタントで、オプラ君というこちらのパーソナルトレーナーを、はい、一緒にちょっと見本にしてやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ではこちらの方に行ってください。はい、ではですね、簡単な流れなんですが、まず最初にフォームのご説明をいたします。はい、お客さんの前でちょっと背中を向けることになるんですが、ご了承ください。まずですね、太ももの内側をトレーニングする内転筋のトレーニングを行っていきます。で、トプラ君、足を腰幅より少し広めに開いたら、皆さんちょっと一緒に真似してください。はい、じゃあつま先を45度外に向けます。はい、ちょうど外に向けた状態、ここから股関節を意識してお尻を後ろに引いて、はい、しっかり下ろします。そうです。そして上体を上げる動きなんですが、この時に注意してもらいたいのが、横を向いてもらっていいですか。はい、股関節、足の股関節からしっかりと下ろして、はい、この時につま先より前に膝が出ないように、お尻は後ろに引いた状態、皆さんも行う。あ、いいですね、ありがとうございます。一緒にやりましょう。はい、こういう感じでね、太ももの内側に意識して、おお、いいです。はい、やっていきます。ありがとうございます。はい、上の方もご遠慮なく一緒にトレーニングしていきましょう。はい、ではですね、この動き、先ほどキュッシュトレーナーも言ってたように、お腹しっかりと締めます。力入れて、お尻もキュッと締めた状態で、まず簡単にゆっくりと5回練習していきたいと思いますので、5回いきますね。はい、それではいきます。皆さん、1、下ろして上げます。はい、どうぞ。はい、2、さあしっかりお腹力入れて、そう、3、そう、上げた時にお尻を締めます。4、下ろして下げます。この光景すごいですね。みんながもうこの動きを頑張って12回行っていきます。はい、途中でですね、しんどくなったら浅くしても OK です。お客様は浅くして OK、 もうミスアースのファイナリストの方はこれでもかっていうぐらいしっかりと行っていきます、ね、はい、頑張っていきましょう。それでは12回頑張って行います。太ももの内側を意識して、足ちょっと広めに開きましょう。はい、それでは12カウントいきます。はい、1、下ろして、はい、上げます。はい、2、股関節からしっかりお尻を後ろに引き上げて、はい、3、しっかり下ろしていきます。そうそう、はい、4、膝は前に出ないように、5、下ろします。そう、お腹締めて、6、下ろします。いい感じです、いい感じです。はい、7、お尻後ろに後ろに、そう、はい、8、後ろ、そう、はい、9、頑張って、あと3つです。はい、10、キムさんが言ってた笑顔でいきましょう。はい、11、いいですよ、皆さんも、おー、いいですね。はい、12、はい、お疲れ様です。 OK、
まずは、はい、足は腰幅、はい、に開きます。で、正しい姿勢なんですが、かかとをくっつけたら90度を開きます。90度開きます。この状態からかかとを浮かせて浮かせます。つま先をまっすぐにした状態、この状態が、はい、骨盤幅になります。ここがまず最初のニュートラルポジションで、そう、でここから右足を後ろに引いて上体を下ろす動きで、足をまた元の位置に戻します。カメラを収めて気をつけてくださいね。はい、じゃあ反対も一緒のように後ろに引いたら真下に下ろして戻す動き、はい、こちらの動きで意識してもらいたいのは、足を後ろに引いたときに、足を右足を後ろに引いて、はい、しっかりと背中まっすぐ、太ももの前側、そしてお尻に意識します。で、このまま足を戻したら、はい、足戻します。また先ほどのスクワットと一緒で、お尻を締めます。そして、お腹もしっかり締めた状態。はい。結構ね、注意ポイントがたくさんあるんですが、やりながら行っていきましょう。はい。それではですね、まず軽く5回練習していきますね。後ろ大丈夫ですか？ステージ、壊さない。はい、OK です。はい、それでは5回軽く練習します。右足から1、後ろに引いて、はい、戻します。そう。はい、2、引いたとき両膝90度。戻します。はい、3。おー、いいですね、バッチリ。あと2回、4。そう。はい、ラスト5、う、OK です。いい感じです。じゃあ一応ですね、こちらの動きをまた12回行っていくんですが、頑張ります。大丈夫、上の方大丈夫、あ、上の方大丈夫ですか？ OK、 ありがとうございます。なんかすごい信頼感、ね、はい、こちらの動きを12回やるんですが、呼吸なんですが、呼吸は息を吸って下ろしたら吐いて戻すように、吐く、吸って、吐くもバッチリで、この動きを12回行っていきます。はい、それでは右足から後ろに引いて行います。それではいきます。1、下ろして上げる、はい、戻そう。はい、2、左足、そう。はい、3、膝近く、おー、攻めますね。戻して、お、はい、5、綺麗です。6、背筋ピンとまっすぐ、伸縮、いい感じです。はい、8、いいですね。はい、9、そう。はい、10、頑張って、あと2回頑張りましょう。1、はい、ラスト1回、2、はい、OK です。ありがとうございます。はい、結構しんどいですよね。はい、こちらの動きがランジの動きですね。はい、じゃあ続いてはまたお尻のトレーニングを行っていきます。お尻のトレーニングはクロスランジという動きになるんですが、足は先ほどのニュートラルスタンス、骨盤幅に開きます。はい、OK、もうちょっと狭くです。 OK、 はい、で、つま先と膝の方向を真正面に向けた状態、ここから右足を少し後ろに引いてください。右足少し後ろに引いた状態からスタートします。はい、ここから足をクロスさせてランジします。で、横に戻す、そうそうそう、 OK。 なので皆さんも右足は少し後ろに引いた状態、この状態で下ろして戻す動き、下ろして戻す動き、バランスが崩れないように。で、この動きも一緒で、横から見た時に、はい、足を後ろに引いた時に、この前の膝がつま先より前に出ないように気をつけてください。姿勢はしっかりとまっすぐな状態ですね。はい、で、しっかりお尻に力を入れて持ち上げて
ではこの動き12回右足だけいきます。交互にいくのでこれが終わった左足。はい、それではいきましょう。右から1、内側にねじってそうで戻します。はい、2、しっかりとそうクロスして戻していきます。はい、3、ですね、胸張って前に4、下ろして、そう。はい、5、いいですよ、いい感じだけど。はい、6、7、膝とかかとしっかり近づけます。8、下ろして、そう、いいです。9、下ろして、そう、姿勢を起こして、はい、10、胸張って、 OK。 はい、1、はい、ラスト1回、2、戻します。はい、2、そうです。
次ですね、はい、し外にとお尻近いで、はい、5ぐ呼吸しますか、はい、6そう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 、はい、し5半身入ってる、はい、くすごい、はい、10じゃあまずは、はい、カリスマパーソナルトレーナーの、トクラ君がちょっと見本を見せますので、はい、皆さんちょっと確認ください。ではまずは後ろに引くラウンジの動きからいきます。右足からいきますね。後ろにラウンジして足を戻します。これがまず一つ目の動きです。覚えましたか？もう一回いきますよ。後ろに足を引いて行ったラウンジの動き、はい、では2つ目の動きで足をクロスさせます。そして戻す動き、 OK、 クロスランジ、お尻ですね、はい、そしたら最後に行ったラテラルランジ、外に出す動き、この動きで戻します。できました？ちょっと練習しますね、はい、まずちょっと見てください、まず見てください。右足を後ろに引いてランジ戻します。クロスでランジ戻します。外にランジ戻します。 OK でしょうか？この動きを行います。ちょっと軽くですね、こちらの方も5回練習していきます。間違っても皆さん OK ですので、はい、ぜひちょっとチャレンジしてみてください。はい、では、はい、横にですねまた移動するので外に落ちないように、そうですね、気をつけて行います。それでは僕が1と言ったら、もう合わせて後ろ内側外、これで1とします。 OK です。はい、皆さんも、はい、頑張りましょう。できますかね？いきますよ。はい、それでは練習でゆっくりいきます。1後ろクロス、はい、で外、はい、2後ろ頑張って、内外、お3、2、半身、はい、お、すごい余裕、はい、4内外、はい、5内、はい、外、そう、OK、ちょっと拍手ですね、これは練習ね、はい、じゃあ頑張って、はい、今の動きを60回、できる。すごい。おうちで大きい、おうちでやるから。OK。じゃあ、すごい60ができるって言ってたんですが、まあ、皆さんはね、今日この後もあるので、10回ちょっと頑張ってみましょう。10回ね、ちょっと軽くやってみましょう。はい。それではですね、皆様も一緒に、はい、行っていただけたらと思います。はい、それでは足、腰幅に合わせます。合わせました。大丈夫ですか？合わせました。OK、 はい、それでは、はい、行います。まず右足だけでいきますね。はい、ではいきます。1後ろ内側外、おお、いい、キレキレな方がいますね。はい、2、皆さんキレキレな方探してください。笑顔でキレキレ、はい、3、そう、頑張っていいですよ。はい、4、はい、トレーニングされてなかったら応援してあげてください。5、そう、頑張って内側外、6、いいですね、姿勢まっすぐ、はい、7、呼吸忘れないように、8、頑張って、はい、9、バッチリでしたよね。すごい、絶対僕も誰かこう間違えるんだろうなと思いながら、ちょっと若干そういうね、あの、スタッフなんですけど、バッチリでした。はい、そういうことで右をやめ
うということは、左のね、バランスがね、悪くなっちゃうんでね、ちょっとね、辛いところなんですが、やっていきましょう。はい。1、後ろ、内側、外。はい、2、はい、おー、いいぞ。そう、おー、大丈夫。3、そう、内側。空手してるからね。ちょっとキープだね。はい、4、いい。そう、胸張って。はい、5、後ろの方、大丈夫ですか？諦めてない？はい、6、頑張って。はい、シンチもうちょい、よいしょ、8、そう、グッと頑張って、はい、10、そう、力に、オッケー、お疲れ様です、ありがとうございます。はい、それではですね、ちょっとあと2種目ぐらい、もう2個ね、大変なので、はい、あと2種目ぐらいでちょっと終わろうと思います。はい、ではですね、続いての動きはスタンディングツイストの、動きを行っていきます。まずちょっと見てください。はい、ちょっと呼吸整えて、はい、では、はい、こちらですね、トレーニングの部位なんですが、腹直筋、お腹の筋肉、お腹の筋肉ですね。そして足の付け根の筋肉、腸腰筋っていうんですが、覚えて帰ってきましょう、今日はね。腸腰筋の、トレーニング、この2つのトレーニングを行っていきます。はい、やり方は簡単です。はい、まずはですね、右の膝持ち上げたら、同時に左の肘でタッチします。で、戻す動き。そうそうそう。反対も一緒のように、タッチ、戻る動き。綺麗。タッチ、戻る。タッチ、戻る動き、OK です。この時に意識してほしいのが、膝をしっかり持ち上げる時に足の付け根の筋肉を意識して持ち上げるのと、お腹のトレーニングにもなりますので、しっかりとお腹収縮させます。で、戻す、収縮させて戻す。はい、戻す時は先ほどの全部のトレーニングに共通するんですが、お尻は締めてください。上の方もお尻は、あ、そう、いいですか、お尻締めます。はい、 OK ですか。そう、上でもやってくれてたら嬉しいですね。はい、ではこちらの動きを行います。はい、またですね、5回、5回ですね、はい、練習で行っていきます。はい、では右からいきます。1、戻す。はい、2、大きく動ける方大きく。3、そう。はい、4、そう。はい、5、いいですね。できたら笑顔でガッツポーズするようにしてくださいね。